代理総督ではなく一人のドマ人として、そなたに釈明があるのなら聞こう。ドマ人だから何だって言うのさ。お前さんたちが好きで好きでたまらないそいつは私にとってことごとく邪悪だった。私の親は私を牛や馬と同じに働くだけ働かせた。そして可愛がってた弟に出世の兆しが見えると恥を隠すように私を嫁がせたのさ。私をめとったクソ親父はいいように暴力を振るった。親を敬い主人を立てろと行動を説く連中にはいつだって見て見ぬふりをされてきた。私はもはや私でなかった。ドマの誰もがこの心をあるとみなさなかった。結局旦那が早くに死んで厄介払いで売られた先で帝国の諜報員として生きる道を見つけたのさ。あの時は嬉しかった。目から鱗が落ちた気分だった。親でも旦那でも店でもなく私自身にお金という価値を支払ってくれたんだから。私はそれで満たされた。そのはずだった。なのにあの反乱で蹂躙されるドマ人を見ていたらね、もっともっととうずいたの。かつて見向きもしなかった私の足の下で奴らが苦しみ喘ぎ泣き叫ぶ姿、私より無力で愚かだと烙印を押す瞬間そうよ、私は挑み続けた。嫌いで憎くて恨めしい窮屈な世界に、そこに生きるお前らの許しなど断じているものか。優しい若様たち、聞いてくれてありがとうね。縁も竹縄、最後の余興と行こうじゃないか。誰かが生きるか、もろとも死ぬか、賭けようか。まさか最初からこのつもりで天守閣を破壊する気か。そなたの怒り、他ならぬこのわしが聞き届けた。急ぎ、ここから脱出だ。城内で戦い続けている者にもそう伝達せよ。にお逃げください。さらに崩壊が進めばさすがに拙者も支えきれぬゆえ。貴殿は
貴殿はどうするつもりだ。絶対に置いては行かぬぞ。夕霧、しっかりいたせ。まずは若と英雄殿の安全が第一でござろうが、拙者のことは後でどうとでもなる。これしき拙者しぶといのが何よりの取り柄にござる。さあ若夕霧、英雄殿、すぐに脱出なされよ。そして勝利の知らせを国中の皆に届けてくだされ。心遣い深く感謝いたす。だがな、拙者は今かつてないほど晴れ晴れとしておる。この道が正しいと迷いなく信じている証にござる。豪雪、そなた己を不忠者と言ったな。だがわしも父もそなたほどの忠心を知らん。常にそばにあり、わしらの夢を己の理想としてくれた。その志はわしらと共に遥か先までドマを作ろう。まこと大義であった。ありがたきお言葉にござる。皆さんどこですか。勝負結果は、
シリン、今は前だけ向こう。わしらが進む限り豪雪は共におる。わかりました。安全な場所まで行きましょう。皆さんもきっと心配しています。